ブリタニー・マーフィはアメリカ合衆国の女優。ブリタニー・マーフィーと表記されることもある。本名はブリタニー・ベルトロッティ。ジョージア州アトランタにてイタリア系の父親と東王及びアイルランド系の母親の間に生まれる。幼少期はニュージャージー州エディソンで過ごす。9歳から子役として活躍し、13歳の時にカリフォルニア州バーバンクに引っ越す。 1993年に家族の祈りで映画デビュー。1995年公開のクルーレスや17歳のカルテ8マイルでの演技で知名度を高める。2006年公開のアニメ映画ハッピーフィートではヒロインの美声のペンギンを演じて歌声を披露しサウンドトラックにも収録された。また声優としてテレビアニメ。 キング・オブ・ザ・ヒルに長年レギュラー出演し、アニー賞でサンド候補になり、受賞もしている。過去に俳優のアシュトン・カッチャーやタレントマネージャーのジェフ・クワティネッツと婚約したが、破局。2007年5月に脚本家のサイモン・モンジャックと結婚。2009年12月20日午前8時、ロサンゼルスの自宅のシャワー室で心肺停止状態で倒れているのを母親が発見。 そのまま病院へ搬送されるが、病院到着時に死亡が確認された。家族によれば、以前から糖尿病を患っており、また数日前から風邪をこじらせていたとされている。死因は心不全とされている。死の時点で、撮影に参加し2010年の公開が控えていた。主演のスリラー作品が2本あり、死の翌月からは、主演を務める。 独立系のロマンティックコメディの撮影が開始される予定だった。2010年5月23日、夫のサイモン・モンジャックも同じロサンゼルスの自宅にて39歳で死去した。事件性はなく、肺炎と貧血が死因だったと結論付けられている。彼女の生涯を描いた電気ドラマ、ブリタニー・マーフィー・ストーリーが全米で放送された。ありがとうございます。